大阪府羽び野の市にある神社。旧社格は孫社。武家の当領、川内源氏の氏神であり、源義家が愛用したとされる、黒川脅し道丸や天光丸の太刀などが伝わっている。京都市の六、孫大神社や川西市の多田神社と並ぶ源氏三、神社の一つである、坪井権現社がある。一帯は、川内源氏の本拠地で、 官任4年に、源の頼信が、河内国国史に任じられて、以降、来信、頼近義家の三代にわたって当地に居住し、河内源氏と呼ばれるようになった。公平7年5月15日、全9年の役に勝利して凱旋した、源の頼近が、河内源氏の氏寺、通報寺の北側で、現在一である。 川内国家両方の指定の東側に社殿を造営し、川内源氏の氏神である岩清水、八幡宮を勘定したのが、当社の始まりである。この時、地名を考両方からつぼいと改め、つぼい八幡宮を、武家源氏統領の川内源氏の総氏神とした。また、頼地は出家後に、当社の西側に化林寺を建立し、自覚大志策の阿弥陀如来像を安置している。 社家の高木氏は、川内源氏八幡太郎義家の六尾、源、義時の子孫である。その後、源頼近は、川内源氏の東国進出の拠点として、鎌倉にも岩清水、八田宮を誕生した。天人二年、源、義家の六尾源義時が、境内に、拙者坪井権軍者を創建し、川内源氏の高氏病とした。 より地下の五世孫である、源頼朝が、鎌倉幕府を開いた後は、川内源氏の総氏神は、坪井八幡宮から鶴岡八幡宮に移り、坪井八幡宮は、川内源氏の祖廟にして当地に土着した、川内源氏である石川源氏の氏神となる。南北朝時代から、戦国時代にかけたびたび陛下にかかり荒廃した。現在の社殿は、元禄十四年。 徳川綱吉の命により、柳沢義康が再建したものである。明治時代には、八幡神社と称し、近隣の以下の神社が合祀された。また、尊者に劣せられている。第二次世界大戦後、現在の坪井八幡宮に改称した。ありがとうございます。